なんでやねん。ということで皆さんおはようございます。ただいま10時半でございます。さて今日はこれにチャレンジしたいと思います。後輩からいただいた18禁カレー、これにちょっとチャレンジしたいと思います。ということで今日はこの一番軽いバージョンからやっていきたいと思いますんで、例えば君がいるだけで心が強くなれること、何より大切なものを気づかせてくれたね。ウェイよな。でその前に淡麗プラチナダブルプリン体ゼロ、何やこれ、糖質ゼロ、いただきます。乾杯。ああグッド。これは一番甘いって書いてますね。辛すぎますけど18禁カレーの中では一番甘口みたいです。はい、ではやっていきましょう。じゃん、18禁カレー。さあこれを温めていきましょう。よし、それではしばらくお待ちください。お楽しみに。炊きたて雑穀米、あ、困った、雑穀米カレー。うん、美味しそう、美味しそう。さつ18禁カレー、熱っ、熱いってこれ。よし、うわやばいやばい。熱っ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 。濃いな、なんか辛さやな。匂いもまあまあ香辛料の匂いしますね。よし、これにサラダ、サラダ。この夏これ全部食べて夏を乗り切りますんで、よろしく頼みます。匂いもまあまあまあ、うん、どうやろうね。さあココイチで比べたらどんなもんですかね。これココイチの10辛は僕余裕でいけるっすから。さあこの10辛とどないなるか。いただきます。皆さん、うん、うん、おいしい、おいしい、おいしい、うん、うん、おいしい。ココイチの10辛よりは辛いですね。全然なんでやねん。あれだっけ、うん、おいしい。まあ後でヒリヒリはしますね。うん、うん、ちょっと体も熱くなってきました。ビールですかね。
うまい、うん、ちょっと舌がビリビリきますね、やっぱり。今ココイチでも15からが出てるみたいなんですけど、それまだ僕食べたことないですけどね。それぐらいかな、分からんけど。ちょっと後でヒリヒリきます、これ。だいぶ。お肉もちゃんとしっかり大きいし、美味しいです。ちょっと鼻水の涙が出てきました。うわ、これ次どんな辛いの？無理ちゃうか、これ次いけるかな、いけるかな、次ぐらいいけるかな、うん、ちょっといいも熱くなってきました。完食。18斤カレーピンク色完食です。だいぶ後からピリピリいきます、これ。はい、だいぶ辛いです。ごちそうさまでした。ということで、これね、食べれんことないです、全然。ただ次の日釣りとかさ、いろんな行事があるときはね、食べない方がいいです。僕はとりあえず明日お墓参りだけ行こうと思ってるんで。あ、だいぶ来てる来てる来てる。うん、辛い。辛い辛い辛い。これめっちゃ後から来る。このもなか、アイスもなか。いただきます。無理や、次、うん、意外と胃が、熱っ、このアイスがね、こう食堂通って胃に入るときに冷たく分かるもんね、胃が熱いから。皆さん、痛い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 、シャラップ。まあ皆さんもぜひ頑張ってやってみてください。よろしく頼みます。では次回、乞うご期待。